今日も元気に土管を決めたら洋乱背負ってリーゼント次回です。お疲れ様です。これから、はい、はい、あのね、昔塗装したエビスバイクさんか、はい、昔もう何年前かな、7年8年ぐらい前に塗装してしまったと思うんですけど、はい、今日今そこ行こうかなと思うんだけど、はい、そこはじゃあ何屋さんかって言うと、バイク屋さん、バイク屋さん、旧車専門店。おー、俺らの当時の旧車とかで、はい、でも何が嫌だって、何のうちの地元だから俺の会いたくない人と繋がっとるような感じのところにはあんまり行きたくないじゃん。オーラ全開好きよね、旧車って言ったら。そうそうそう、そういう人たち乗るじゃん、いつまでたっても。はい、まあ俺もこれ以上は何も言えんよ、これいつも俺が口が悪いのに今日は口がご丁寧だと思いますけどご丁寧でもバイクってやっぱ職人とか、こういう俺らの時って結構、俺はあんまり好きじゃないんだけど行って、はい、やっぱ好きでしょ。逆に女性とかどう？なんか私ガチで大学生の頃免許取ろうとしてたことがあって、うん、なんかお父さんバイク乗りなんですよ。あ、マジ？で、そう、今も結構土日とかめっちゃバイク乗りに行ってて、うん、で、お父さん知り合いからバイクもらってきて、中型、うん、で、それは乗っていいよって言われて、私が、うん、大学生の頃マジで取ろうと思ったんですけど、免許取る金がなくて、うん、逆にあー、そういうこと危ないね。もう、はい、もう打っていいかって言われて、うん、まあ、あ、打っちゃったんだ。で、打っちゃって、まあ、でもなんか、まあ、ちょっと取ったらよかったかなってちょっとうっすらは思ってますけど、あの時取っときゃよかったんかなみたいな。テラはじゃあバイクの思い出って、まあ、あ、職人ってお前なんかあるだな。僕一時期バイクで通勤しなかった、変な旧車みたいなやつで、はい、何旧車でなんか通勤しちゃったやつ。マジか、うん、僕あれ何でしたっけ。結構いろんなバイク乗ってますよ結構結構いろんなバイク乗ってます。後輩から取り上げていくのかな。いや、違います。たまたまバイク屋さんとかに夜入ったら取ってこれるんですよバイクみたいなそれお前カメラの子で勘違いするよいや、そうです、そうです、そうですよ。視聴者謝れよ。はい、すいませんでした、すいませんでした。小さい子は真似するぞ。小さい子は真似したら困るっすね。俺は事務所の前で泳いだだけでお前真似するぞって、あんなこと真似するやつもう不良だぞ、すでにもう親の言うこと聞かないからね。こんなことやったら子供が真似するでしょって言う。そうなの、じゃあドルマンから真似するのかって言ってない。あ、でも真似しんだろ、誰も 100% 真似しんさ。あれ見て真似しんようにならんの。はい、こんな惨めな大人になりたくないなって、じゃあ勉強しろってならんと、はい、ちなみにそこのバイク屋には社長が昔なんか取られた FX があるらしいですよねいや、あったらすごいよ。まあ取られたっていうか別に盗まれたわけよね。盗まれたわけね、うん、持ってくぞって言って、あ、はい、わかりましためちゃくちゃヤバい人たちじゃないですか。はい、わかりましたみたいな。それで俺の車も持ってっとるで、ね、しかもその人が売って、はい、俺の車買えって言って、あ、はい、わかりましたって言って、はい、3ヶ月後にこれもやっぱ恨んで持って帰るわけ。いや、でもお金渡しますよね、関係ないよな、3ヶ月経ったんだからみたいなそういう世界だから、そういう世界、縦社会がすごい厳しいですね。ちょっと俺の態度もちょっとおとなしめかもしれないけど、そうですね、それのおとなしい社長を見てみたいですたまには、ね、そういう動画にしますので、はい、変な地元から変な電話かかってくると困りますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。行きよう、行きましょう。ハッケーにそこはめてくる。ギャグ付けですね。当時流行った当時流行ったあの不良のこれが僕 の地元の先輩の6校ぐらい上なんですけど、まあ、だいぶ僕単車とか全部取り上げ、車も取り上げられてますからその人から40って昔4駆乗ってましたよね、はい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 、あれを貸すの早いって言われて、あ、いいっすねって、初めて車買ったの先輩が買ったんですよ。で、3ヶ月後に取り上げられましたからねお前大事に死んでもう持って帰るわって、いや、お金どうするんですかってお金はいいわ、その話も聞きましたあ、マジですか聞きました、あの後輩からパクったとヤクザより聞いてるんですかね反射ですかね、割とすごいですね、こんだけでもみんなオーナーがおるんですか。オーナーがほとんど、うちの信用しか使ってない。あ、はい、はい、これが最初の嫁さん。これ CBX? X の製品の、繊維のヨーロッパ車です。
マフラー映すと大丈夫。それでもさ、さ法律上通るんですか？通らんすね。オッケーです。これすごいな。まあカメラでお前みんな視聴者の声聞こえるかな。これはすごいですね。もうなんか十何年ぶりとかに見るとわからんですね。そうですね。あんまりそんなに好きじゃなかったんで。あ、これ専門なんですか？日本法専門で。はい。あ、でも全国が来るんですか？こんだけ揃っておると。全国ですね。まあ載せてないのもあるんですけど、まあ、コロナが特にそうですけど。はい、コロナめちゃくちゃ高いんじゃないですか？400万。あ、マジっすか？400万。3曲は高い。もう今、相場がそのぐらいですか？僕らの時代とだとまだ。そうですね。あ、これでも200万。中古のレクサス買いますよ。中古のレクサス買いますよ。めっちゃあ、もうだって数がどんどん減ってきとるもんで、値段上がってるんですよね、僕らの時代。またがってレジンかけたってください。いやいやいや、これかけましょうか。ああ。これはでも定義が行き届いとるな。どうやって、ピカピカですもんね。あ、ここ、はい、その7年前からやってないですか？あのここオレンジに僕らが塗った時はその後ですね、ここ入ったの社員として入ったあ、そういうことですか。あ、ほんでもう辞めるで告げようみたいな感じで YouTube からもし視聴者が買いたいって言って来てもいいんですか？全然問い合わせてもらって。あ、こっちはもう全部預かり物とかそういうのなんですか？あ、ほんでこうやって預かるのもやってくれるんですね。まあ知り合いだけですよね。ネットでじゃあ預かってくださいって言われても、ああ、なんかまあ、それは内容庁のログでなし入れますからね。そうそうそう、内容庁はここはちょっと安全地帯かな。この辺も預かっとんすか？そうですね。綺麗じゃん。今ってあれなんですよね、バイクってあの昔って 400cc とかが絶対10万以下とかで買えたじゃないですか。うん、今買えないんですよね。全くですよね。10万以下とか、お前当社だろ、お前の前。いや、違う当社だろ。違う、ハーシャのことです。ハーシャのことですか？転社です、転社の方。このように、あの真面目に暮らしてる人は関わりのないですよ。いますよ。それ言わねえやつばっかだろ、ここ。あの、なんか昔あの CD とかあったじゃん、白いやつ。結構僕らの先輩世代が乗ってる。ブルーライン。ああいうのは全然ないですか？うち持ってこないでほしいかな。そっちはあんまりまた違うんですか？そう、またそう世界が違うんだ。壊れちゃうし、腰が重たいから。そうですね。そういうことですか。いますけどね、さん。今はあんまり人気ないです。昔はね、あの僕らが若い時にちょっとかっこいい大人の人たちがみんな CD やったじゃないですか。そうですね。ところっていうのは、もう今その人らも勉強になるな。カオケですか。結構いいよ。かっこいいな。すごいですね。乗りたくなりますか、やっぱり。俺ないんだわ。あ、そのアニメの主人公じゃないですか。乗ってない乗ってないすごいな。
わこれ。暴走族じゃないですかこんな。え？すごいですね。でも普段乗られるんですか？もちろん下駄です。下駄。下駄とか下駄。これでコンビニも行くし。マジですか？今でも。この辺警察止められないですか？いや、警察の人もいいもの見させてもらったって喜んでくれます。もうフロント上げて、イエーイですからね。マジですか、フロント上げ、あ、上げれるんですか。上げちゃって、こうイエーイですよ。うわ、これ上げるんですか。余裕ですね。で、これは、あ、これは売り物じゃないですか。委託に預かって。何ですか、もうマフラー焼けちゃってこのが昔こういう音だったのか。昔はもうこれが精一杯だったんでしょうね。あ、そういうことですか。300万だけど多分とんでもない金額ですよこれ。こんな大丈夫なの。このオーナー自体がまあまあ港区でも有数な金持ちなんで、まあちゃんと大事にしてるなら安くも頑張りますよって感じですよね多分。そうですね、僕を通さずにお願いします。確かに。で、最後にちょっと店の紹介とあれだけちょっとなんか一言。恵比寿工房さん。工房です。名古屋市港区。多分小ガスだと思う。小ガスら辺ですね。まあ結構東海通りからも入ってすぐなんでちょっと分かりづらいと思うんですけど、ネットで恵比寿工房で検索したら出てきますね。恵比寿バイクで。あ、恵比寿バイクか。バイクの方です、ね。恵比寿バイク。恵比寿バイクで検索します。まあ、あのウェブページもあるんですか。ホームページも。ホームページもあります、ね。あ、ちょっと概要欄にも貼っておきますんで、ぜひ。ダメなおっさんがやってる店です。ちょっと悪い人なんであんまり近づかない。あんまり余計な話だよ。でもなんか相談するとバイクも探してくれたりするんですか。こういうの探しとるよとかだったら行くってことですね。でここのバイクだけは盗まないの。本当にもう危ないやつらばっかりなんで。俺がしてることない。お前の動画で出たせいで手間だろって多分消されますんで僕。すごい人たちが。お知り合いが多いね。消されちゃいますんで、そこだけよろしくお願いします。はい、チャンネル登録といいねお願いします。お願いします。またねー。またね。